自動車スポーツユーティリティトラック代表的なストの一つ、シボレーやバランチスポーツユーティリティトラックとは、ピックアップトラックと SUV を融合した性格の自動車。マーケティング用語であるため明確な定義は存在しないが、SUV や乗用車から派生し、4ドアのキャビンはそのままにリアセクションをオープンベッド化している車種が多い。この用語を最初に使用したのは、 フォードが2000年に発表したエクスプローラー派生の中型ピックアップであるエクスプローラースポーツトラックとされる。翌2001年にはゼネラルモーターズが初のフルサイズストであるシボレー・アバランチ・キャデラックエスカレード X と発表した。アバランチ・エスカレード X とは加藤式の鉱石とミッドゲートを備え長い荷物の積載を可能とした。その後、 スバルバハ、ホンダリッジライン、さらに、ハマーの H ニストと H3T、ソウ自動車の無双スポーツ、アクティオンスポーツ、コランドスポーツが市場に投入されたが、2012年時点で販売が行われているのはアバランチ、エスカレード X とリッジライン、コランドスポーツのみとなっている。なお、シボレーエールカミーノやスバルブラッドなどのように乗用車をベースに作られたに、 ドアのキャビンを備えたものは、ストではなく、クーペユーティリティと呼ばれる。ありがとうございます。